こんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も一緒に体を動かしていきたいと思います。一緒にやってください。今日はですね、少し長い動画になりますけど、5分ぐらい体を動かしていきたいと思います。体をブラ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 っとこうね、ゆすりながら体のね、バランスを整えていきましょう。息を吸ったり吐いたりしていきます。吸ったり吐いたりしていきましょう。はい、では右手8の字を横に書くような感じで、8の字を書くようにしますね。はい、左手に行きますよ。この時のポイントは、手のひらが前と後ろっていう風にね、手のひらをしっかり返していただくことで肩を、ね、ほぐしていきます。もう一回行きます。吸ったり吐いたり、吸ったり吐いたりしていきます。反対です。ゆら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 と8の字を書いていきます。じゃあ両手でいきましょう。さあ、だんだん脇の下や肩甲骨から大きく、後ろにも大きく8の字を書いていきます。肩の力は抜いていただいていいですよ。吸ったり吐いたり、吸ったり吐いたり、だんだん小さく小さくしてみてください。はい、今度は前後ろ、横から見た時は伸びて縮む。吸ったり吐いたり、吸ったり吐いたり、吸ったり、肩の力は抜いて柔らかく柔らかく使ってみてください。吸ったり吐いたりです。さっきの8の字とこの前後のね、運動ですけど、肩の周りをほぐしていきます。今度は前後交互です。これも手だけで持っていかず、膝のバネを使って柔らかく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 肩周りをね、ほぐしていきましょう。吸ったり吐いたりです。余分な力は抜いていただいて、ブラーン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 。さあ、ちょっと一回止めてみましょう。そしたら前から後ろ、前から後ろに回してみます。反対の手は後ろから前に回してみます。こっちはクロールで、こっちは背泳ぎですね。これを同時にやっていきます。前回しと後ろ回しを同時に、反対側に手が行きますね。反対回し行きます。横から見るとこんな感じ。反対、1、2、3、反対、5、6、7。さあ、できるでしょうか。少し頭の体操も入っていますが、結構クロールクロール、平泳ぎになって、背泳ぎ背泳ぎになってしまいがちですね。はい、肩の力を抜いて重力をね、使ってもらうと肩周りがほぐれていきます。もう一度8の字で、最初よりもこの脇の下のあたりがね、伸びてくると楽に楽に手が回っていきます。肩こりのね、予防にもなりますので、ゆらゆらゆら。では大きく息を吸って深呼吸します。もう一回吸って、はい、ぜひやってみてください。